リアルにアンコール曲用意してなかったんで、最初からっていうなら最初からやりますし、超大好きなアーサー・アレキサンダーという人、そこからグッドなリズム&ブルースの曲をやって、さよなら DJ で踊り明かす。